先月開かれた環境に優しい素材を集めた展示会で注目を浴びていたのが、後ろから光を通すことでデザインを浮かび上がらせると。国内初、光を通すレザーです。まだ試作段階ですが、車の内装などへの需要を見込んでいます。さらに注目すべきはその素材。エッグシェルレザーといいまして、卵の殻をポリウレタン樹脂に練り込んで、加工しております。なんと業界初、卵の殻を使ったレザーです。卵といえば、国民1人当たり1年間に消費する量は340個と世界でも2番目に多く、1年でおよそ267万トン消費されていますが、同時に20万トン近くの卵の殻が捨てられています。食品工場から出る卵の殻を粉砕したものを新素材に再利用しようという企業があります。100年前から染料などを扱ってきた大阪の化学品専門の商社 OG です。卵の殻を使ったレザーを担当するのは田中さん。石油由来の化学品をこれまで多く取り扱ってきた商社が今力を入れているのが環境配慮型の商品です。やはり捨てるものを使うというのは非常に大事なところがありますし、環境に対する意識を強く持っていらっしゃるお客様に対してですね、アピールしていきたいなと、そこは一つ我々としてビジネスチャンスかなと。 OG と共同でレザーを製造しているのが合成皮革を手掛ける貨幣です。この卵殻を、このまま、この釜に入れて分散させます。もともと合成皮革には石灰岩由来の炭酸カルシウムが使われていましたが、それを卵の殻に置き換えました。樹脂には卵の殻のほか、トウモロコシやトウゴマなど生物由来の原料を半分以上使い、 CO2 排出量を減らします。ただし価格は通常のレザーの 1.5 倍ほどに。おじさんといろんな材料の検討をさせてもらって、世の中にない新しい素材っていうのを作りたいなと思います。現在東大阪市の家具メーカーと手を組み、卵の殻を使ったレザー商品の第1弾となるソファーを試作中です。一脚におよそ10個の卵の殻が使われています。現場からは少し硬く張りにくいとの意見も。いかがですか、ちょっと伸びだとか。伸びはだいぶいい感じに、はいはい、やっぱり10月ぐらい、それぐらいを目標に消費者の方にも見ていただきたい。椅子これにしよう、会社の仕事ならんすよ。家具の他にもカバンや靴など様々な製品を作り、広く普及させる計画です。卵の殻再利用した製品みたいなのは世界的に見てもすごく流通しているわけではないと思うので、商機が十分にある技術かなというふうに思います。作る量も増えて、そういうことに伴ってコストも低減されていくと、よりその課題解決につながっていくんじゃないかな。田中さん、インドの取引先との商談もうまく進んでいるといいます。年間20万メーターの販売を目標に活動していきたいと思っております。